連邦政府、ランジュバンブネは、カナダのオタワにある、パーラメントヒルに面した庁舎である。スユミツイン事務局と首相府があるので、ここは、カナダ政府における権力の中枢として働いている。このため、ランジュバンブネという言葉は、しばしば首相府のことを指す言語として使われている。この建物は、カナダ国定史跡の一つである。スユミツイン事務局交換の部屋は、 ランジワン棟にまだあるが、今では首相府が連邦議会中央棟にあるオフィスとともに、ここを利用しているので、数密院事務局による利用はかなり限られている。1884年に寄港し、1889年に竣工したこの建物は、パーラメントヒルの敷地外では初めて建てられた連邦政府庁舎である。この建物には、 チャールズ・イライジャー・フィッシュが所有するニューブランズウィック州の採石場から得られた砂岩が用いられている。またこの建物は、オタワのウェリントン通りに面した一等地にあり、近くには戦没者記念碑、シャトー・ローリエ、政府会議センター、リドウ・ウーガ、国立芸術センター、イギリス中カナダ高等弁務官事務所、スパークス・ストリート・モールなどがある。もともとこの建物は、 南西館長ビルという名前だったが、現在は、ジョン・エイ・マクドナルド政権で公共事業省を務めた、エクタール・イ・ランジ・ュバン・卿にちなんだ名前に変更されている。ランジ・ュバン・ムの建築は、オタワでは特色のあるものである。これは、他の政府庁舎がゴシックリバイバル様式で建てられているのに対して、ランジ・ュバン・ムは第二訂正様式だからである。設計者は、 実地領カナダ首席建築家のトマス・ヒューラーである。2000年にはカナダ王立建築家協会によって、過去1000年に建てられたカナダにおけるトップ500の建築の一つに選ばれた。ありがとうございます。